さあ、ということで、早速やっていきましょう。今日、始まりました。スキアリモンスターズ期間限定召喚ビル&アズルスキアリドレスバージョンピックアップです。この10月の大型イベント企画にして、ポムフィオレ寮長のビルがいよいよ SSR 実装ということですね。ただ、来月に入って、中旬からは、ケイトのスキアリドレスピックアップ召喚が実装されますよね。ですね、サービス開始当初から、未だに私ね、SSR リドル以降、他の SSR を、入手していないんですよ。あとはみんなほとんど SR なので、スキアリモンスターズ更新までは、授業を使用して、魔法師やら、飛行術やら、錬金術やら、いろいろとキャラを強化している最中なんですよ。いわゆる、ポムフィオリロの次のエピソード、配信に向けて、今、スキアリモンスターズに集中しているんだけどね。おそらくこのスキアリモンスターズが、来月いっぱい、終了したら、ポムフィオリロの、中編がエピソード化されるんじゃないかなと、中編が配信されるんじゃないかなと予測しています。それとね、あと考えてんだけど、このドラキュラの仮装しているビルをね、あの漫画で表現しようかなと思ってて、そんなコーナーで考えてるんだけど、今のところ私はね、もう一人、スキアリドレスのケイトを、お絵描きしようと考えてんだけど、実は最近ね、卓上カレンダーの予約を取りに行くのと同時に、スケッチで絵描きの練習するのを決意に、ハーツラビル寮のスケッチを買いました。まあ、なんかイラスト、最速に上達するには3ヶ月間かかるって言われてるんだけど、これがなんのかなり3ヶ月間いっぱいを描くのに集中するのがきついらしいね。まあてなわけで、まあこんなんなんですかね。早速マジカルキー10本1個を消費してピックアップ10回召喚を行います。ではこの日のために10本キーセットを、用意していました。おー、羽が2枚入ってるよ。何時の魂の形を見せよ。これアズルだな。ほら、はーい。ビール出てこないね。アズルしか出てこないな。これでリミットブレイクか。あとはみんなレアかな。まさか身を捧げるか。やった、私の、やったやった、光栄でしょ。念願の一戦さん。うわ、嬉しい。あ、そうだ、せっかくだから記念にスクリーンショットしよう。はい、やったリドルに続いてのビル戦敗と SSR 実装じゃなくて入手できたよ。おめでとう。私やるからには過去のハロウィンを超えるクオリティを目指す。しっかりついてきてちょうだい。意識高いな。芸能界で活躍するのもそうなんだけどさ、
ハロウィンのコスプレのクオリティを褒めやすって言ってもさ、もうこの人の意識妥協しないよね。いや、あーどんだけSSR 獲得目指すのでさ、どれだけ時間かかったの。え、半年以上かかってんだけどさ。でもあと半年後経ったらさ、このゲームほんと1周年迎えるよ。サービス開始してから1年迎えるよ。なんかあまり時間かかんないんだけどさ、妙に高テンションが上がるんだけど、やばい。やっと運が良くなってきたのかな、私。ん？あー、これはビルかな？あー、違う、ずるか。やばいな。これ、ひょっとして神引きじゃないか。お？あー、この色は？ルークか。常連を獲得しました。やったよ。あー超嬉しい。てなわけで SSR ビル、あのバトル編成を妄想してた甲斐があったかな。でも夢の中に出てきたっけ。